無事にまたジョイツまで運ぶことができて、まあ、今ペンギンたちも元気に泳いでいるので、まずはほっと一安心しています。またこれからちゃんと餌を食べてくれるかとか健康状態を見ながら開業に向けて準備して、オープンしたら多くのお客様にペンギン帰ってきたねと、ペンギンの魅力をまたたくさん伝えられるような水族館にしたいと思ってます。1年ぶりにマゼランペンギンまたジョイツに戻ってまいりました。オープンした後元気なペンギンたちの姿ぜひ見に来てください。